What does strength mean to a ninja? What does it mean to be the strongest? In order to find the answer, at this moment, a new battle begins. みんな、行くぞ。遅刻ですよ。集合は30分前にお願いします。今回は里の強者たちが特別に手合わせしてくれるんです。思う存分倒れるまで戦いましょう。それから森の奥には行かないでください。とても危険です。さあ、それでは手合わせを始めましょう。よし、それでは2人ともご協力お願いします。さて、始めますか。渦巻きになると堂々健算下島屋の本家の修行に付き合うってばよ。まだない。遅い。投げてみろ。手が暗い。やれやれ。終わりだ。まだどっちだった。終わりだ。手応えがありますね。ですが、手合わせはまだまだ続きますよ。待たせてください。はっ。
や。さーて、もう少しやる気を出しますか。チャンスだ。じゃあ、盛り上がっていくってばよ。それ。これは最初に。終了ですね。きつい戦いでしたが、この程度で疲れていてはガイ先生に笑われてしまいます。よし、気合を入れ直して次のバトルです。ここまでやるからね。俺も本気で行かせてもらおうか。この手合わせ、何で俺たちが勝つ。まだまだ、なんだめだ。ちょっとチャンスだ。よけてみろ。おりゃあ。やっと。やっと。よっしゃ。ここまで戦い抜くことができるとはすごいです。俺が食い止める。さあ、次が最後の手合わせです。たふっ。最後はナルト君に特別な方を呼んでもらいます。わざわざ修行を手伝わせるためにわしを呼び出したんか。それ、仕方ないの。たまには運動してやるわい。ほっ、やっ、おらいや、てろ、よっ、よっ、血をせよ、大丈夫、おりゃあ、どれ、はい、じゃあ、大丈夫、ほっ、えっ、うわ、最高、おりゃあ、はっ、くらい、うわ、どれ、はっ、はっ、はっ、どれ、うわ、おりゃあ、やった、ダメだ、くらい、
やった。これはどうじゃ。やりましたね。いきますよ。僕自身、今回の手合わせで成長を感じることができました。この調子でどんどん強くなりましょう。今回はありがとうございました。よろしくお願いします。自分の力を信じるんだ。Daddy!
やんと。たたそれさ決める。それよせ大じゃ。うわそれそれせたのんだぞ。やるからには負けられない。不覚を取ってしもうたわ。ちくしょう。あの化けだぬきにしてやられたってばよ。いたぞ、木の葉の奴らだ。親瓶は隙を見て帰ってくれ。しかし、隙中でもな。一気に決めてやろう。決める。奴らを包囲するぞ。絶対に逃がすな。クソ、やらせっかよ。螺旋手裏剣。ダメだ。決める。
まずは一安心だったかよ。ここからは死角がやる。俺たちは引くぞ。わかりました。一気に決めるってばよ。やっぱ出てきやがったか。次は僕へ負けねえ。行くってばよ。今だ。はっ。ほっ。はっ。はっ。フートン、螺旋手裏剣。フートン、螺旋手裏剣。ペッカンコだ。お取り寄せ、大じゃ。まだだ、手貸してくれ。遅い。化け狸を止めることができたな。やるな。正々堂々勝負だ。木の葉隠れの奴らは雑魚ばかりだな。里が落ちるのも時間の問題ってところか。あん？なんだ、生き残りか。さっさとやっちまうか。ダメだ。
金縛りの挑戦術たし遅いはっそれての通り、里は敵の忍びだらけだ。おまけに巨大な蛇が現れたという情報もある。里の皆はすでに退避を済ませているのが幸いだが、まずい状況に変わりはない。だがまだ終わったわけじゃない。ここから反撃だ。いいか、これから俺の指示に従って動くんだ。行くぞ。任せてもらおうか。数が多い場合は広範囲に有効な忍術を使う。悪いな。これでもかい。逃がすか。挑戦です。助けて。金縛りの術。悪いな。ここは任せろ。この目で決める。この目で決める。この目で決める。敵の数が多すぎる。金縛りの術。避けてみろ。悪いな。一矢投じ。おびき寄せて倒すことも必要だ。やってやるってばよ。助けてね。悪いな。任せてもらおうか。はっ、よし。任せてもらおうか。スケッ。立ち感謝する。悪いな。おら悪いな。なるべく一対一で戦わず連携を取って戦うこと、これが重要だ。悪いな。森に化け物が現れたって話だ。早く退治すれば。寒いな。寒いな。
や、悪いな。その調子だ。いい感じじゃないの。アンガトな。任せろ。ここは任せろ。前線は持ち直している。このまま奴らを追い返すぞ。ここは任せろ。大蛇が現れたらしい。行くぞ。でかいな。だがやれないわけじゃない。花とわりの術。助かって。敵は退却を始めたようだな。おかげで里を守りきることができた。礼を言うよ。
さん。よし、始めよう。いいか、今から敵の部隊がこの森を通り抜ける。そいつらを一人残らず叩くぞ。鹿丸がいるなら安心だね。油断は禁物だ。必ず任務を成功させるぞ。うん。来るぜ。絶対逃がすなよ。肉弾ハリセンシャー。何やり。ほらよ。なんだ。ほら。うらや。みんなありがとう。これも策の一つ。こっちでやれるんだろう。ここは俺がやる。僕に任せて。行くよ。挑戦術。これ基本通りだぜ。どんどん攻めるからね。敵の部隊を確認したよ。行けるよ。よし。指定した待ち伏せ場所に行ってくれ。そこで奴らを迎え撃つぞ。肉弾ハリセンシャー。いざらくだ。僕に任せて。任せろ。いけるよ。はっ、いけるよ。どうやら敵さんは相当慌てているようだな。もう準備は終わってるぜ。次は俺が行く。俺が足止めしている間に奴らを叩き。行けるぜ。行けるよ。もう準備は終わってるぜ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 。まずいよ。上忍たちが5人もいるんだ。
落ち着くんだ、ジョージ。こういう時こそ冷静に相手の行動を見極めろ。勝てない相手じゃない。俺の力だけじゃねえよ。お前たちの力があったから成功したんだ。よし、任務成功記念に美味しいもの食べに行こうっと。よくやった。よろしくね。また来いよ。修行の成果を見せてやる。オイラの芸術博覧会に来客か。せっかく来たんだ、存分に遊んでいけよう。ん、なに、金はいらねえ。代わりにオイラのために爆発してくれればいいだけだ。なんかとんでもないことを言ってるね。芸術家には刺激が必要なんだ、刺激がよ。そんなわけで、芸術の糧になってもらうぜ。うん、いくよ。はっ、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 やるな。よし、全開だ。僕に任せて。
だぜ。お前たちが粘ってくれたせいで粘土が尽きちまったじゃねえか。まあいい、ここらで芸術博覧会はお開きだ。次はもっと派手にやってやるからな。絶対見に来いよ。うん。いやだよ、こんな展覧会二度と行かないよ。
ないよ。